8チャンネル始めていきます。今日はポケモンスナップやっていきます。続きからですね。はい、待っていたぞハッチ。今日もいい写真を頼むぞ。ということでコースに行きましょう。あ、警告をやって、最後なんか確かボタンがあったんだけど、やっていきましょう。でボタンを押してコースを新しく出すんじゃなかったっけ。あ、そうか、ボタンを押して新しいところに行ったはいいんだけど、これですね、印を取るっていうやつでしたね。今なんとなくやってなんとなく取れましたね。ちっちゃい、3だ。いや前の方が全然いいな。人でも10ワッチ。お、記録更新かな。あー、テクニックが2倍がいなかったか。ちょっとサーミーは記録更新でしょ。オッケー。マンキー、これ620点か。怒ってるところじゃノーって言わないのか。おお、素晴らしい。やった、ポケモンの印ゲット。実はな。いやー、おかえり、撮影うまくいってんじゃん。そこでもっとはかどるようにわしからプレゼント。ポケモンの撮影にきっと役立つぞ。ちょっと変わったポーズも見てみたい。そんな時はポケモンの笛。なるほど。使い方、C ユニット下で誰でも吹けるようになる。なるほどね、違う曲を楽しめる。なるほど。コースに行きましょう。ってことで多分カビゴンが起きるんじゃないかなと思うんで、ビーチ行ってみます。ポケモン、あ、カビゴン起こす。いいね、踊ってるね。オッケーオッケー。あ、ニャースも踊ってる。なるほど。あ、こっちに落ちてきてないんだ。あ、でストライクをうまく出すために、ほっ、よっしゃ、これでストライクを草むらの、あ、出てきた、早い、飛んでくの早いな。はい、では博士チェック。あれ、これ波乗りしてないの。え、完全に乗ってるでしょ。はい、カビゴン、大きさは勝った。ポーズ、え、踊ってんだよ博士。どこ見てんの。ニャース、惜しいの。ストライク、これは完全に上回った。いいね、よしよし、テクニック2倍。ホイキング、おっと、これ真ん中じゃないか。ラッキー、これは完璧でしょ。あれ、ちっちゃい。あれ、ちょっと待って、ちょ、博士どこ見てんの。ガルーラ、あー、前の方が良かったか。あれ、ストライクぐらい。いや、おかえり。いや、おかえり。おかえりじゃない。もう一回行きましょう。多分ここの中に、印があると思う。あ、印だ。これはクラブ？キングラー？キングラーじゃないか？今の。ゲット。大きさチェック、カビゴン、大きさちっちゃいか。負けたな。博士は何を求めてる。大きさ上回った。ポーズ、お、飛び出してきたとこ。違う、雄たけびのポーズ。1300点、これ記録更新ですね。よしよし、これはピカチュ
おお、これは切り株ピカチュウ1300点、波乗りピカチュウよりも上大きさ。うーん、なるほど、しびれるポーズじゃん。テクニック、おーいいね、6000点超えた。仲間が入る、いいラッキー。これ970点なんだサイズ。いやー負けた。でポッポ欲しいのポーズ10点、ポケモンの印ゲットですね。ポケモンの印は全部揃えば秘密のコースへ行けるようになるはずじゃ。なるほど、あと4つですね。あと4つ、とりあえずどんな感じなのかをちょっと見に行きましょう。印あと4つですね、カイロス、ドガース、ミュウツー、カラカラかガラガラか、多分1コースに1個あると思うんで次のコース探してみましょう。トンネル、あ、そっか、あれまだサンダー見てなかったですね。きっとピカチュウこっちに誘導してくるんじゃないかなと。お、やっぱりやっぱりなんかある。あった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 、サンダー、サンダー、サンダーどこ行くの、サンダーどこ行くの。充電されてる。サンダーゲットです。リグダーは進化しないのかな。あ、あった、影、印発見。やっぱこのコースにもありましたね。いや前の方が全然いいね。丸マイン爆発する瞬間、おお、まあ勝てないわ。サンダー初、いいですね。1000点、2倍、素晴らしい。大きさギリギリ勝った。ポーズ負けた。ポーズ同じじゃない、どう違うの博士。よしよし、2倍、おお、よし、これで4つ目。次、おかえり、あと多分火山、リバー、洞窟だと思うんで、1、2、3、4、5、6、火山で多分今のだ、今のだ、ドガースって言ったもんね。今のだ、おそらく印っていうマークも出たんで行きましょう。おお、素晴らしい。よしよしよし、あとゲットしていない印、あと2つか。カラカラかガラガラ、あとミュウツー、どこだ。まあおそらくまだやっていないコースだと思うんで、コースで、ね、リバー、ここに、あ、ラフレシア、ラフレシアゲット。あ、やっぱ印になってますね。どう見たら印になってるのかはちょっとわからないけれども、はい、今回はラフレシアと、いいね、ポーズ1000点、獣印、よし、あと1個、あと1個、ミュウツー、
全くどこにあるかがわからない。よし、待ってね、まだこのコースは1回2回しかやってないんだよね。あれ、これ下に降りすぎか。あ、不思議だね、不思議だね。あとミュウツーに見える岩、あ、不思議だねじゃね、メタモンじゃん。プリンを助けなきゃいけないですね。待って、ミュウツーに見えるところ、こことか見えないかな。おがーす。あれ待って、なんかこれ怪しくない、ここ怪しくなかった、コイキングだった。なんかあそこ怪しいんだよね。あれなんだ、あれ印、これが印、ええどう見たらミュウツーに見えるのかがわからない。あとあのピカチュウを助けなきゃいけない。んー、どうやって助けるんだ、まあ、おそらくシューティングですよね。いや難しすぎでしょ。多分助けないとフリーザーが復活しないのかな。いやむずすぎだよ。ポケモンの笛、あ、ポケモンの笛か。あ、フリーザー復活フリーザーが踊ってるプリン助けたもんね。くる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 。はい、ということで、印最後のゲットできましたね。全然どれが印になってるのか分かんなかったけど、まず博士マーク、あ、メタモン取ってなかったんだ。これだな。でこう、これ動画っすでしょ。大きさも抜群、コイキング、落ちてくるコイキング。お、ミュウツーになってる、光った瞬間ってことか。ははっ、わからねー。はい、ルージュラ、フリーザー、フリーザーめっちゃ取ったよ。踊ってるもんねこれ。最初は真ん中じゃなかったかな。かっこいいシル、これかっこいい、これにしよう。プリン、はい、博士に見せに行きましょう。メタモン、いいね、素晴らしい、素晴らしい、ドガスお、大きさ、あれ負けた。コイキング、おお、
1200点、カタルージュラ仲間いるよ仲間、え、ポーズ10点って、フリーザー1000点、テクニック2倍、素晴らしい、これは勝てないな。で最後ポケモンの印、この調子で頑張ってくれ。実はな、だいぶ増えた。実はな、やーおかえり、やーおかえり、ついにポケモンの印の写真が全て揃ったぞ。うむ、この6枚の写真を見ていて気がついたのだが、これらは全てポケモンアイランドから見えるポケモンの星、ポケモンの星座、謎の鍵だったんじゃ。ハチ、全ての謎は解けたぞ。そうじゃ、秘密のコース、ポケモンの印を作った何者かがあの雲の上にいる。新しいコースってことか。はい、新しいの出ましたね、虹の雲。はい、ということで今回のパートはここまでにしましょう。そうですね、じゃあ最後にチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いいたします。じゃあねー。